まるで今まで一回もパソコン使ったことない人に運動にするの、マックにするの決めなさいっていうそんな感じです。え、はい、メンタルコーチの平本明夫です。元小学校の先生で親御さんや先生方の相談に乗ったりしてるのちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、本が出ましてね、この本の中でもよくある質問が、この関係で話し合う、ね、意思決定、本人を人生の主人公としてみなすそうとしてるんだけど、まあ、なかなか子供が優柔不断で決められない、そんな、事例があるということですけど。そう、はいはい、そうなんですよ、はいはい、なので、横の関係でと思って、あなたが決めなさいと、はいはい、あなたが決めることよって言うんだけど、アドラー心理学勉強しちゃって、そう、もう横の関係、本人が人生の主人公、そう、決めた方がいいよ、決めた方がいいよって、はいはい、言うんだけど、はい、子供が分かんないよとかって言って全然決めないと、はいはいはい、うちの子優柔不断なのよ、はいはい、本当に困ってるんだけど、はいはい、そういう時はどうしたらいいんですか、横の関係、横の関係って限界がありませんかみたいな相談をよく受けます。はいはい、具体的にどんな事例が、具体的には、この例はまた受験をしているお子さん持ちのご家庭だったんですけど、受験前、もうすぐ試験があるっていう時に、はいはい、クラスでどうやらインフルエンザが流行ってるらしい、はい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 、で、こう通常は、あなた休んだ方がいいんじゃないの、インフルエンザが流行ってるんだからとか、いいえ行きなさいと、受験日じゃないところで休むのは、違うんだから行きなさいってなりそうなところが、これは子供に決めさせるんだと、子供の意思を尊重するんだって思われたお母さんが決めなさいと言ったわけです、はいはいはい、でお子さんは分かんないよ、どうしたらいいか、いいから決めなさいと何をそんなにグダグダしてるの、明日の朝は行くの行かないの、次の日、その日は行って、今日は行くの行かないのっていうので、子供がうるさいってなっちゃったっていう話なんですけど、これ、実は横の関係ってないところがあるんじゃないかなって私は思いました。っていうのは、お子さんが受験経験者だったら、ある程度こうどっちの方がいいかなって分かるんですけど、初めての受験ですと、でインフルエンザが流行ってるから行ったらどんなことが起こるのか、行かなかったらどんな風な過ごし方がでどんなことが起こるのかっていうのが想像ついてない状態で決めなさいっていうのはちょっと無理があって、要は情報不足ですよね。情報不足です、子供が必ずしも大人と同じ情報量を持ってるとは限らない、限らない、そうで、だとしたら、このように調べられるよと、同じような中学生の気持ちみたいなのがここに載ってるから見てみて決めたらってどっちでもいいと思うけど、で私は、私だったらだよ、私だったら行くかなとか、私だったら休むかなって、その上で決めたらいいよっていうヒントをたくさんあげた上で、本人が決めるっていうのがすごい大事かなと思って、その本人の状況、初めてのことでようわからんのに決めなさいっていうのはちょっと無理があって、で決めるべきっていう、こう上からが入ってるんじゃないかなっていうふうに感じます。なるほど。まるで今まで一回もパソコン使ったことない人に、運動にするの、マックにするの決めなさいっていう。そんな感じです。え、パソコン使って、分かんないって。だから好きな方でいいんだよ。え、マックがどうで、どうかよくわからないように。ね、いいから決めなさい、早く言いなさい、マックかウィンドウか、そうそうそうって言われても、言ってる感じ、ね、ある程度10年20年パソコンやったら、まあどっちかとこっちがいいかなって自分の好みがあるかもしれないけど、ですかね、ですね。私だったら、それぞれインフルエンザで行った場合、行かない場合、それぞれ一緒にシミュレーションしたいですね、そうですね。でこっちでアイデアとして行った場合、高校勉強ができるかもしれないけど、高校移る可能性もあるかもしれないし、そしたらこうなるかもしれないよね。一方で休んだ場合は高校勉強は遅れるかもしれないけど、家でこれができるメリットもあるかもしれないねと、それぞれメリットデメリットを一緒に考えてあげられたらいいですよね。そうですよね、その上でじゃあどっちがいいって本人の意思に決める、つまり意思決定する際に必ずプラスと、それぞれの意思決定の中のプラスとマイナス、まあ、メリットとデメリットを洗い出しをしてから意思決定するという練習を一緒にしたらいい、一緒にしたらいい、もしくはその情報収集の仕方を伝えてやってみようかって言って、こうね、去年受験した誰かにインタビューしてもいいわけだしみたいな方法を伝えて一緒にやってみるもいいと思うんですけど、決めなさいはちょっと無理があります、そして、大人として、親として、私はこう思うっていうのはちゃんと、私を主語にした私メッセージでちゃんと伝えてい
まあ、自分だったら高校で行くよとか、自分だったら高校だから行かないよっていうのを言った上で、じゃああなたどうするとはまだあるかもしれないですね。ありですね、うん、多分参考にしながら子供って選択をしていくので、うん、はいはいはい、お母さんだったら行くかな、うん、お父さんは行かないらしいよって、うん、その理由はこうだよって、うん、どっちの方が強いと思う、うん、みたいな聞き方をすると子供も安心して決められるし、うん、あとこう土台にあるのはどっちにしても大丈夫よって、うんうん、例えばそれでインフルエンザにかかってその試験日行けなかったとしても全然大丈夫だし、行かなくってなんかこう全然勉強ができなくってとか友達のあれがいろいろあったとしても、うんうん、あなただったら大丈夫っていう土台の上で、うん、一緒に考えていけたらいいんじゃないかなと思います、はい、インフルエンザもそうだし学校選びもそうだし、うん、部活どこに入るかとか そうですね、そういうのもよかったら一緒にメリットデメリット考えてあげて、だったらどっちがいい、一緒に考えるプロセスを、やっていただけたらと思います。はい、はい、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。